ゴールデンウィークは楽しく有意義にお過ごしになられましたでしょうか。まあ、ずっと仕事だこの野郎、そんなわけねえだろと、リア充駆逐してやるという方もおはようございます。吉高です。今回はですね、私もずっとゴールデンウィークお仕事でしたので、スコアを度外視してですね、楽しく何かをやりたいぞ、ずっとゲームしてなかったからやりたいぞということでですね、盾をちょっと使って練習したいな、プラスこのマップのですね、ピエロの魔法、爆弾飛んできますんで、あれをね使って遊びたいなということでサイドショーやってきました。というわけでちょっと間が空いたプラス初めての盾の練習ということで、お見苦しいところあるかと思いますけど、よろしかったらご覧ください。行ってきます。お見苦しいところどころか、いきなり MK で狙撃されてますからね。ちょっと勘を取り戻しましょう。もうなんかちょっと立ち回り運転というよりも、本当初心者の気持ちでちょっと行かなければですね、初心者の気持ちじゃない、初心に帰って噛み倒すどころか頭働いてねえじゃねえかこの野郎っていう感じなんですけれども、ゴールデンウィーク中はですね、ちょっと私レジャー関係のお仕事なもんですからね、ちょっと何ですか、ノンストップでこのゴールデンウィーク中は動かなければならなかったもんですから、もう後半午後になるとちょっと頭が回ってなくてですね、でしかもその午後の回ってない頭のまま夜これですから、ごめんなさい、リスイッチの前で何をうろうろしているんだということ で、 そうですね、縦の防御力は私はそれほど期待はしていないんですよ。背中に背負っての時の自分の立ち回りが、ね、あんまりよろしくないことは自覚があるので、この人何をしている、先ほどのコーラ干しをされている方ですね。これもダメか、そうだよね、ちょっと周りへの注意がなさすぎたな、ちょっと頭休めるか、先に体を休めるか頭を休めるかって感じなんですけど、先に気持ちをちょっとこっちの補充をしたいもんですから、ちょっとゲームをしてるわけなんですけれども、うわー、なんかシールド視点って楽しいな、こうなんかシールドが左右に揺れてなんか楽しいんですよね、気持ち的に。これでもここ来てもしょうがないと思っちゃった、マップ落ち着いてみよう。この方先ほど、ダメだ、縦殴ったらダメ、殴っただけでダメなんだ、やばい、忘れてた、音は結構派手な音するんですけど、ね、大して、まだいらっしゃるの、行ってみっか、何ちょっと今なんか大丈夫か、この方を追ってみよう、こんな感じか、オッケー、やばい、これさっきの人じゃないから、やべ、俺の方が縦が上手いぞと、見てろこの野郎と、これが縦の戦い方だって、すいません噛んでますけどな感じで、あぶね、これダメか、やばい、近すぎた、危ない、ごめんなさい、無駄にデスが重んでます、やっぱそうだ、うわー、ああいう風に華麗に使いこなしてみたいな、なんかね、もう通常ありえないようなこう戦いになるじゃないですか、縦をメインに持ってくると、あんまりそんな気にして使う必要もないのかもしれないんですけど、もう本当、さっきの人ちょっと一緒に遊んでくれ、やられてる、やばいな、この人ゆきさんとちょっと縦勝負させてもらおう申し込んでおこう、縦楽しいですね、もちろん重機も持ってきてるんですけれども、ちょっとねブランク開いちゃったから、これでうろうろしてみたいですね。定番の位置にもうちょっとリリースから1ヶ月以上経つのかな、経ってるので、さすがに定番の位置にあんまり人がいなくなりましたね、ちょっと着地点悪かった、あぶねー、がっつり見られてる、やっぱ無駄にあんまり飛んだり跳ねたりするとこのマップは見られますね。おっと、私の前を素通りするとは何事だ、 OK、 すごい、これシールドのダメージって何自己修復するの、なくなった亀裂が、今までの盾と違うのか、といっても私桜井の盾これ1個しかないんで、ちょっとそろそろ色的には見飽きてきたんですけど、こう設置するのが遅かった、無念、リスイッチ変わらないですね、やばいな、リスイッチが固定されてるとか、結構接戦なのかな、
リスイッチがなんとかっていうのは、縦の操作方法がまだちょっとおぼつかないプラス状況判断が間に合ってないんで、ちょっと距離を詰めましょう。やばい、なんか貼り付けられた。あ、縦なら大丈夫なのか。ちょっと待って、やばい、見失った。え、さあ VTR 判定です。爆発しての空中で、あー、ひょっとしてあれか、あー、俺を踏み台にした。辛いです。踏まれるとあんな感じなんだな。誰かいたでしょ、中に。これね、ベッドの上からやると結構楽しいんですけどね、動いてて。やばい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 。ここちょっとリスポンチだな。ちょっと、いけないタイミングで突っ込んでしまった。さあ、もう一回出直しましょう。気分一新。あー、なんかもうそろそろ時間的にピエロの魔法が始まるのではないだろうか。さっきの方もいらっしゃらないですね。まだ横たわってらっしゃる。すみません、時々この声がですね、なんか枯れてる感じの声になって聞き取りづらかったら申し訳ないですけど、本当もうゴールデンウィーク中、今年はですね、もう幸いにも好天に恵まれたので、おかげさまで屋外の仕事が多かったのですから、朝から晩まで喋り倒しで喉が痛くなってのプラス黄砂は飛んでくるわでね、もうずっと声を使って仕事をしていたので、なんかね、自分の声どんな声だったっけって時々、おっと誰かいたようだなっちゃってですね、本当すいません、聞き取りづらかったら、ね、毎年のことなんですけど、もう某農業エッセイコミックじゃないですけど、もうゴールデンウィークっていうかですね、どちらかというともうガッデムウィークですからね、私的に。 OK、 拾った、これ欲しかった、これ欲しかった。 OK、 これを投げ、危ない危ない危ない、持ち帰ったけど大丈夫だったのかな。これ拾った爆弾はピエロのなんか帽子の中から飛んできた、この爆弾はあのアップリンクのサテライトだったかな、え、サテライト、あのボールみたいに、あの投げたり拾ったりつか、投げてキルすることができるので、よっこいしょ、これを投げて、あれあれ、ちょちょちょ待って、これ投げ、なんか手から離れない。ちょっと待って、これをね、投げつけてボーン、ハハハハみたいなやりたいわけですよ。ちょっと待って、せっかくこれも何個も拾ってボンボン投げるつもりで来たんですけど、まだ1個目、早くこれを始末したい、始末したい。なつうか、 なんで爆発しないのこれ。いつまでもちょっと走ってる姿がちょっとおかしいんだけど、誰も近寄ってこない。これ、爆弾持ってるせいじゃないの、私の立ち回りが悪いだけですよね、これ位置がね、仲間のそばにいることだし。ちょっと待って、もうちょっと敵のいるところに行こう。なんかちょっと敵のいそうなところにつっても、あ、リスイッチこっちじゃないわ、ごめんなさい、あれあれ、ほら、イエーイとか言ってるじゃないですか。一見これを投げて自分もイエーイとか言ったら、わー、いたけど投げれん。もう最高のタイミングだったのに、味方ありがとう、とりあえず。あの感じでパッと出てきた人に投げつけてイエーイとかやりたかったんですけど、もう全然、何これ、バグなのこれは。イエーイ言いたかったな。ちょっと投げれない上に爆発しないし、じゃあもう一回シールド持ってみようか。持てねー、シールド回収できねー。あー、ちょっと待って、やばい、試合終わっちゃう。終わる前にとにかくこう投げる方法ないのかな。投げたい。せめてこれがこうなんかこう撹乱的な、私の頭が混乱しただけで、撹乱どころか爆弾持って何もできなかったまま後半戦が終えてしまいました。そうですね、ちょっとブランクを取り戻すにはちょっとあまりにもひどいお粗末な結果となりましたけれども、今回はちょっとボンバーマン気分で走り回りましたということでですね、これからも通常営業に戻ってですね、またアドバンスオフェア遊んでいきますので、よろしかったらまたご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。石高がお届けしました。失礼します。